私たちが欲しいのは私たちを育ててくれたこのタイトルだけなんだ。私は世田谷学園から明治大学、いわゆるたくさんのオリンピック選手も育てました行動学者出身、ただ行動学者出身のまだこの全日本のチャンピオンはいません。どちらが勝っても初優勝。篠原さん、展開としてはどういう展開を予想されますか。やっぱり相四つですから、まあ、アナイとしてはしっかり奥襟を持って、はい、宗田の左、釣り手の方ですね、はい、しっかり落として間合いを取って自分の柔道をする。宗田としてはやっぱりアナイに奥襟を持たれずにですね、はい、くっついて、柔道をしたいと、接近戦を挑みたい宗田、まあ、もちろんアナイも接近は得意なんですけれども、その微妙なその2人の距離感というのがポイントを分けるわけですね、はい、さあお互いに奥襟は許したくない、したがってこういう組み方になりますが、待て、うん、動いて足が出ました。アナイは非常にいいテンポで動いています。西田出身の今待てがかかりましたが、あーちょっと痛めた左足、立ち上がるのが遅くなっています。宗田、まもなく最初の1分間が過ぎます。今両者に教育的指導が来ました。西田出身からです。確かに組んだ後ちょっと動きが止まった時間がありました。奥襟は取っていませんが、アナイが技を仕掛けようということで、そうですね、何かに動きながら足を使ってですね、外刈り背負い投げで返す宗田ですが、これは読んでいる。そして寝技を狙う、相手の襟を取って締め技に行きながら体を返そうというアナイ。寝技も積極的ですね。そうですね、最近寝技もするようになりましたから、今宗田の襟に奥襟襟締めをしながら体を返そうというところだったんですが、ここは宗田がしのぎました。さあ立ち上がりの間もなく1分半が過ぎますが、アナイが非常によく足技も出て寝技も積極的に行きました。1分半経過、まだ両者のポイントの差はありません。組み手争い、やっぱり穴をここで合わせちゃダメですね。はい、ホムレーダーはやっぱりもちろん前に出てですね、行かなきゃダメなんですけども、さあ先に掴んで前に出る穴井、足が出る、強烈です。待て、ああ出足払いですが、ぐらつきました宗田。どこが、あちょっと今痛めましたか、左足ですね。今の場面です、うん、動きながらのこの左の足払いですが強烈でした。先ほどの試合で左足の付け根から裏にかけて試合の後にテーピングをしているという宗田ですが、あーかなり強烈でしたからちょっと立てませんか宗田。でもまあ相手を動かしながら足を払ってますから、はい、タイミング的にはいいですね。いいですね、はい、アナイとしては十分な組み手にはなれないんですけれども、足技がどんどん出ています。さあ苦しくなってきました宗田。今治療といいますか、1というふうに今西田主審が刑事席に指しました。最初の2分が過ぎてまだポイントの差はありません。強っと腕を立って背負っていく、あ今ちょっと腕が決まりかかって穴井としてはヒヤッとしましたが、でも今もやっぱりいいタイミングで入りましたね宗田も。そうですね、はい、宗田もいいタイミングでした。左肘ちょっと穴井心配ですが手は動かしています。まもなく2分30秒傘にかかって穴井が前に出るところでした。そうですね、ちょっと穴井が不用意に前に出すぎましたね。はい、しっかり自分の間合いを取ってからやっぱり出ないとですね。支え釣り込み足、膝車のようにして今来ましたが、あー宗田も苦しい。穴井も今ちょっと左の肘を気にしていました。2分30秒余りが経過、まだポイントの上では両者差がありません。
どちらが勝っても初優勝。アナイ内刈り、これは読んでいました。宗田足を飛ばす。さあ宗田も技を出したいところですが、アナイは先ほどの背負い投げでちょっと慎重になりました。おけりを曖昧どこ持ちましたよ。いいとこ取った。支え釣り込み足に来るが潰す。待て、うん、取られてすぐアナイも、アナイが奥襟を取ると同時に宗田も支え釣り込み足ですが、アナイは分かっていました。ああ宗田なかなか立てません。試合の中盤が過ぎました。6分間の試合時間ですが、6分7秒コンタクトですね。コンタクトを落としましたか宗田。西田主審が今見ていますが、試合時間のちょうど半ばを過ぎて2分53秒が残り時間です。さあ内宗田、どちらが勝っても初優勝のこの決勝。両者まだポイントの差はありません。足を出す。内は足技がよく出ています。ただ先ほどの背負い投げでここはちょっと慎重に組み手争いです。宗田としてもなんとか優位な組み手をしたいところなんですが、足を出しながら穴井が前に出ます。共に1本を取れる技を持っています。これは穴井いいですね。あ、そうですね、はい、それを持って相手を動かして送るよ。有効です。小内刈りか。今も穴井が回り込もうというところ、うまくタイミングよく小内刈りで有効を取りました。宗田、宗田がポイントリード。残り2分を切っています。さあ穴井、あっとここで宗田がまた前に崩れてしまいました。さあ穴井はポイントをリードされた。11回目出場の宗田か、6回目出場の穴井か。ポイントリードの宗田、しかし下がってはダメです。アナイは前に出る。技をかけに行く。どうだ、内股。あっと投げ捨てたが場外です。場外。いやすごい勢いです。宗田は今のところです、技のかけ始めはご覧のように場内、しかしちょっと足が出て、この最後の内股は足が出ていました、はい、でも今のはやっぱりあの流れですから、はい、はい、アナイが外に投げ捨てる形になって、宗田は畳のないところ、看板のところに体を打ちつけていきましたが、起き上がれるでしょうか。試合時間は残り1分32秒左足を痛めている宗田としてはかなり苦しい展開ですが、ポイントはリード。穴井の最後の内股で場外ということになりましたが、さあ穴井、いや何か壮絶な決勝になってきました。追いかけるのは穴井です。小内刈りで有効リードしている宗田。さあ穴井、大外、支え釣り込み足。ああ防戦一方の宗田、副審2人が宗田への反則を要求しています。ここで指導です。もう一つ、あっと待てがかかっています。待てがかかって残り1分9秒、西田主審のところに森山さん、中山さん2人の副審が行きました。その前に反則が来てましたかね。ですね、指導ですね、はい、注意って言ってもらったんですね。そうですね、はい、指導ですね、はい、さあ残り時間は間もなく1分ですから、まだ宗田リード。あ、組み合った。おっと技をかけに行きますが不十分です。待て待て
残り58秒、さあ優勝まであと58秒というムネタですが、下がってはいけません。背負い投げ耐えたムネタ、しかし起き上がってすぐ技をかける、技をかけるムネタ、アナイすごい勢いです。アナイの執念、残りは48秒、ムネタは技が出ません。やっぱりここでやっぱりムネタにも意地を見せてもらいたいですね。そうですね、はい、ムネタもなんとか技を出してほしい。ポイントリードしているな、ムネタ背負いに行く、背負い投げに行く、上から潰すムネタ、待てです。40秒、残り40秒の攻防、すごい決勝になりました。ポイントリードはムネタ、有効一つ分。さあ追いかけるアナイは大外、いやしかし体をひねりました。副審の一人は反則を避け、二人とも要求しました。これでポイント並びます、ポイント並びます。アナイの執念、これで10位、ポイントは並んだ。拍手に包まれる日本武道館。ここでアナイが守りようじゃダメですね。そうですね、ここは出ないとダメです。さあ両者前に出たい、残り20秒を切る、組み合う、二人とも苦しい、技が出るのはどっちだ。アナイ頭を上げる、ああ技が出ない両者、このまま行くと旗判定。前に出るムネタ、残り2秒、勝負の決着は旗判定。赤が上がればアナイ、白が上がればムネタ、どちらが勝っても初優勝です。いやーしかしポイントリードされた後のアナイの攻めは見事でした。ポイントこそ上げられませんが、どん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 前に出て攻めて、さあ結果は赤3本アナイ、アナイ初優勝。11回目の出場、ムネタ悲願の初優勝ならず。勝って泣き崩れるアナイです。世界選手権の100キロ級の代表は決まっているアナイ、しかしその世界の大会の前にまずこの全日本で初めての頂点。やったー。決勝も立ち上がりからムネタを攻め続けました。直して泣いた、関係者に喜びの報告をするアナイですが、篠原さん、はい、まずこの勝利に一言を送るとするとどうですか。いや感動しましたね、はい、最後の攻め見事でしたね、はい、さあインタビューです。放送席そして場内の皆さん、日本一アナイ選手です、おめでとうございます。どうもありがとうございます。日本一の味はいかがですか。もうわけがわからないです。決勝戦も最後まで攻め続けました。どんな柔道を今日この大会見せられたというふうにお考えですか。一本を取るところはしっかり取ろうと思ったんですけど、やっぱりそう簡単にオール一本で勝てるような大会でもないんで、勝負に徹しました、はい。今シーズンは海外でも結果を出して非常に充実したシーズンではないかと思うんですが、ご自身そのあたり手応えの方はいかがでしょうか。もうそろそろ優勝しないといけないという思いもあったし、本当に優勝できて嬉しいです、はい。篠原さんも見ていますが、さっき手を振ってくれました。この後いよいよ世界選手権もあります。この後の穴井選手、どんな姿を私たちに見せてくれるんでしょうか。そうですね、今日一日はこの優勝の喜びをかみしめて、明日からは世界選手権のモードに切り替えて、世界選手権でもしっかり金メダル取りたいと思います。おめでとうございます。今後も活躍を期待しています。どうもありがとうございました。